はい、今どこにいるかというと滋賀県にいます。滋賀県滞在っていうのは本当に久々なんですけど、滋賀にいます。先々週はね、能登半島先端ということで輪島市とか珠洲市ですね、そして加賀屋に宿泊して和倉温泉加賀屋、そして新潟の上越に行って、上越から佐渡に行ってね、佐渡に3泊して、まあ、一旦そこで終わりました。で、今週も少し時間が取れたので、その中でまあ回ってるんだけど、梅雨入りしてしまってね、ちょっとこの雨が降ってて、まあ、天候はまあ良くなくて、工程に関していろいろ考えているところなんですね。で、今回はまあ西日本を中でね、東日本はもうほぼほぼ大体回った、北関東とかね、もしくは茨城の辺りはまだ行けてないところは、そこだけちょっと心残りなので、また行く予定なんだけど、西日本に関してもね、まあ、大体は行ってるんだけど、この県でもここの1都市とか2都市しか行ってないとかあるんで、そういったところでくまなく行きたいと思って今回ってるんだけど、今回は福井県から入りました、小浜ということで、越前の方はね、福井市とか芦原温泉なんかも宿泊したんでね、昨年ね。で、敦賀市には宿泊したんで、若狭の方、敦賀で、ここから西、美浜には行ったんだけど、そこから先が行ったことなかった、西側がね。なので、今回そこら辺に行きたいと思って、小浜に1泊しました。で、そこから京都の北部、京都は好きでね、神社仏閣が好きな自分ですから、京都に関しては今まで50、60回ぐらい行ってる友達もいたんでね。で、行ったんだけど、京都府の北部は行ったことなかったんです。なので、京都北部ということで、今回行くことにして、まあ、天橋立ね、天橋立ホテルってとこ泊まったんですけど、1泊して、天橋立、昨日天橋立行ってね、行ったんです。雨が朝降ってたんで、天候悪くてちょっと写真とかね、映像撮れないかなと思ってたんだけど、なんとかね、雨が止んで、で、まあ、曇ってはいたんだけどね、まあ、曇りは曇りで、それはそれで幻想的で良かったのかなと思いまして、まあ、いずれまた晴れのね、天橋立撮りたいと思ってるんだけど、ことできました。そして舞鶴にね、訪問して、舞鶴で行きたかったところは昔からあるんです。舞鶴の引き上げの記念館、舞鶴ということで、満州とかね、朝鮮半島から、帰国する人々ね、鮭の大戦終わってね、舞鶴から港から、帰国する人が多かったわけで、船でね。で、例えばあとはシベリア抑留、日ソ不可侵条約を破ってソ連が、満州に侵攻してきて、その中で日本兵は、まあ、シベリアに、ね、捕虜とあった日本兵は、シベリア抑留されて強制労働されました。平均で2年から4年ね、労働させられて、で、そこからですね、まあ、長い人で11年ぐらいと言ってます。で、そこからまあ帰国した人とかね、もしくは、命からがら逃れてきた人々、例えば日本人女性なんかだと、そのソ連が侵攻して、その兵士によって強姦されてしまって子供ができてしまった、それで舞鶴の港でやはり堕胎中絶をねしたというね、記録も残っており、まあ、そういったところも今のこのロシアのウクライナ侵攻問題も考えてもね、いろいろ考えさせられるものがあるんだけど、とにかくその舞鶴行きました。で、そこから本当はね、日本海側からこの山陰に行きたかったんですね。兵庫県北部から鳥取県、島根県に行きたかったんだけど、雨がね、結構予報でこう調べて、雨が降る予報だったので、なので、雨を避けようと思って、まあ、今回一応中断しようと思ったんだよね。で、今、滋賀に下ってって思っ、滋賀に下って戻ろうと思ったんだけど、なんかね、天候が意外に金曜日までまたちょっと良くなる感じだったんだよね。なので、ちょっと今から山陰の方にね、滋賀から、一回こう下ってきちゃったんだけど、また行こうかなと思ってますね。鳥取、島根方面ですね。ということで、やります。まあ、海外渡航前までにね、いろいろと、まあ、日本でね、行けてないところ、まあ、すべての県は行ってるんだけど、例えばこの県に関して1都市とか2都市しか行ってないってあるじゃないですか。なので、そういったところ、方が福井だったら、越前の方は行ってんだけど、若狭の方は行ってなかったとかね、京都でも京都の北部行ってないとか、まあ、そういったのもあるので、そういったところを、まあ、くまなく行って、ということで、できる限りね、まあ、今年中には海外出ますので、それまでには行けるとこはね、休みとか利用していこうかなと思ってるので、空いてる時間を利用してね、行きます。で、ちょっと海外渡航前にもうちょっと九州、四国のあたりもね、ちょっと回って、そこから海外に行こうと思ってますので、楽しみにね、していただければと思います。はい。ということで、今、滋賀にいるんだけど、これから、山陰ですね、島根か鳥取の方に行こうかなと思ってます。これも天気によってね、またかかります。ずっと雨が続くようだとね、写真も撮れないので、いても意味ないと思ってるので、一応中断しようかなと思ってるんですけどね。ということで、まあ、ちょっといろいろと忙しく動き回ってるのもあるので、なかなか動画もアップできてないんですけど、またね、アップしていくのを楽しみにしていただければと思います。